ご紹介にありました日鎮コンサルティングの毛利と申します。よろしくお願いいたします。私は日鎮コンサルティングの代表ということで、インドに事業進出する会社様、企業様のご支援をさせていただくということを主な事業としておりまして、私だけでは能力の限りもございますので、インドのコンサルティング会社であるコインメンコンサルタンツと業務提携を組みまして、今事業展開をしているところでございます。私のですね、バックグラウンドとしましては、監査法人の勤務の後、非営利法人等で勤務しまして、インドに3年ほど駐在したことがございます。で、3年間駐在しているときに、コインメンコンサルタントさんと出会いまして、さまざまな事業的なアドバイス、あるいは会計税務に関するですね、アドバイスをいただきまして、非常に信頼を受ける方々であるなと確信して、今後もですね、続けたいなということで、現在別の事業として日鎮コンサルティングとして、行っております。で、今日はですね、皆さんお忙しい中ですね、私たちのセミナーに、時間をかけてくださるということで本当にありがとうございます。それではですね、先にですね、私以外のメンバーの紹介をさせていただきます。コインメンコンサルタンツの日本デスクというのがございまして、ニューデリー在住の田中健一を紹介いたします。ただいまご紹介に預かりました、コインメンコンサルタンツジャパンデスクの田中と申します。私からはですね、もう簡単にですね、どういった役割を、コインメンコンサルタンツと日鎮コンサルティング、また私も、どういったお客様これまでご支援してきたのか、皆様、それを通じて後ほど、皆様が個別にインド進出に関して、ご質問とか、ご要望等あるかと思いますので、その辺りですね、ご参考になればと思い、簡単にですね、ご紹介申し上げます。私ども、本当にお客様幅広くございまして、大きな会社様で言いますと、大手商社様がですね、インドで、DFC というですね、貨物専用の列車というのを作っておりまして、そのプロジェクトのですね、国際全部であったり、入札時にですね、政府関係に提出する、見積書を作るときにですね、税金関係をお手伝いさせていただいたり、というようなところから、従業員、6名というか30名ぐらいの中小企業様で、例えば JICA 様がですね、融資をしたプロジェクト等ですね、インドでされる際に、同じくですね、見積書の税務アドバイスさせていただいたりとか、もしくは駐在員の方がインドにいらっしゃる際に、出張の日数ですね、インドにどれぐらい滞在すれば、インドで所得税が課税されてしまうのか、そういった、いわゆる課税のリスク等も含めてアドバイスをさせていただいております。業種に関しては、建設業からインフラ関係、製造業、IT 関係含めですね、多岐にわたっております。本日、あそこに言いますのが、代表社員の、ニティンと申します。インド人です。もともと E&Y というですね、大手、ビッグ4と言われる監査法人で、就業者のうち、コインメンを立ち上げるメンバーの一人です。ですので、皆様で、個別ご質問ございましたら、セミナー後にですね、ブースにお越しいただくか、もしくはですね、質問を受けておりますので、そちらでですね、ご質問頂戴できればと思います。それではですね、時間の限りもございますので、本題に入らせていただきます。本日はですね、お手元の資料がございます。で、これを全部ですね、紹介しますと、時間が足りませんので、かいつまんでということになりますので、ご容赦ください。まず最初にですね、インドの経済に関して、概括的にですね、皆さんと共にシェアしたいなと思います。で、その後ですね、インド政府が、重点的に、考えている4分野について少し紹介させていただきまして、日本とインドの関係ですね、日印政府間の、取り決めによる、さまざまな、ベネフィットといいますか、恩典とかですね、そのあたりも少しご紹介します。で、最後に、マクロの話ばかりでは抽象的になりすぎますので、コインメンコンサルタンツのお客様の実例からですね、成功失敗含めて、
シェアさせていただきたいと、まあ、その上で、まあ、インド進出にあたってのですね、まあ、怪我をしないためのあらかじめの、まあ、学びということをですね、持って帰っていただければ幸いかなと思っております。それではですね、スライドを変えます。ちょっと失礼しました。失礼いたしました。ですね、まずなぜインドなのかということなんですけれども、年間のですね、まあ、経済成長率を、まあ、仮に 9% としておきますと、まあ、2025年までにはですね、まあ、500兆円規模になるだろうというふうな予測がございます。で、インド政府がですね、明確に数字を上げておりまして、2025年までに、まあ、5兆ドル規模、2030年までに10兆ドル規模っていう、まあ、そのようなですね、大きな目標を掲げております。で、まあ、これが一つですね、まあ、マクロの視点ですけれども、まあ、インドといいますと、まあ、いわゆるその事業のしやすさということを観点からしますと、だいたい100何十位とか、まあ、そういうイメージを持たれているかと思うんですけれども、直近ですね、77位まで、まあ、事業のしやすさランキングで上がっているということですね。で、日本が39番目だったかと思いますので、だいぶこう迫ってきているなというのが外観的に言えるかと思います。それとですね、いわゆる若年層ですね、10歳から24歳までの若年層の人口が非常に多いと、まあ、これもよく知られていることかと思いますけれども、だいたい3.5 億人から 3.6 億人ですから、日本の人口のまあ約3倍ぐらいがですね、10歳から24歳の間の方々ということで、まあ、非常にまあ若い国であるということで、消費額がですね、さらに増えていくことが予測されるということが一つ言えます。そしてですね、また少し後で触れますけれども、まあ、インド政府が特にまあ重点的に力を入れておりますのが、まあ、インフラ系ですね、インフラ、あと製造業、まあ、この辺りにまあ力を入れております。で、このインフラもですね、ただ単にその無計画にやるんではなくって、10年後のまあ10兆ドル規模の経済に見合うようなインフラを整備するということで、明確なビジョンを持っております。さらに、まあ、サービス産業、e コマースの成長率が、まあ、世界1位とかですね、まあ、IT スタートアップの規模は世界第2位、まあ、このあたりも、まあ、大きなマクロの視点で、まず概括的にご説明させていただきます。それでですね、現状なんですけれども、インドの現状なんですけれども、まあ、ニュース等で、まあ、常にご存知の方もいるかとは思うんですけれども、あまりいいニュースは聞いてないかなと思います。どうでしょうかね。最近の日経新聞等ですね、見られて、あんまりインドのいい情報って出てきてないんじゃないかなと思うんですけれども、直近ではですね、インドの中央銀行ですね、インド連合準備銀行が今年の成長率をだいたい 6.1 ぐらいに下げています。見積もりとして 6.1 ぐらいに下がっています。で、これはですね、まあ、2018年の 7.2 に比べますとさらに下がっております。で、ムーディーズが、まあ、2020年に 6.2%、
ぐらいということで、過去に比べますと、ちょっと低成長ということなんですね。で、多くの企業が現在不況感を持っているということなんです。で、特に顕著に表れているのが自動車産業でして、自動車の販売が12ヶ月連続で前年比割れしているということですね。けど中国もですね、16ヶ月連続で前年同月比下がっているということですので、これはある意味世界的なちょっと少し傾向があるのかな。ただインドにおける特殊事情としましては、一つその自動車ローンに関するですね、ローンバンクが一つ破綻したのがありまして、それからちょっと信用収縮が起きているということが言えます。それに対しまして、インド連合準備銀行も何もしないわけではなく、利率をですね、今年つい最近5回目の利下げをしております。ですから年初、今年の初めに 6.5% ぐらいだったのが現在 5.15% ということで、政策金利もかなり下げたということで、手はあります。それでですね、じゃあさらに、さらにですね、なぜ、それでもですね、なぜ私たちがインドをお勧めしているのかということなんですけれども、今申し上げましたインドの連邦準備銀行が一つ、対策を打っているのも一つありますけれども、いわゆるそのインドの昔からの問題でですね、いわゆる倒産破産法がバラバラであったんですね。バラバラで、業種によって倒産法破産法がバラバラであったところを、一つの統合的な破産倒産法に2016年に行ったんですね。で、この破産倒産法がいわゆるそのバラバラでなかなか出るに出られないという状況を、解決する方向に行ってまして、さらにまだまだ不備があるので、それをより良くしようとしているというのが一つ言えます。さらにですね、インドでよく顕著に現れているのが、政府が 50% 以上持っている、いや政府系の金融機関が結構あるんですけれども、そこに対して今年の夏、1兆円ほどのですね、1兆円の資金を投下した、それによって、金詰まりをですね、少しでもより良くしようというような動きがございます。あとはですね、自動車産業に関しては、いわゆる電気自動車に対する減免ですかね、GST、いわゆる間接税の減免等も行われておりますし、先ほど申し上げましたインフラに関してはですね、かなりの規模で20年間で、今のところ150兆円ほどの規模の資本を投下しているというような計画もございます。ただこれいろいろですね、売ってはいるんですけど、一番こう劇的だったかなと私自身も思うのは、法人税の税率がかなり下がったというのが一つでございます。今まで標準税率が 30% だったんですけれども、一律22まで下がりました。22ですので、これ韓国中国の標準税率より低いということになりますし、特に製造業に関してはですね、 15% まで下がってます。で、 15% と言いますと香港の 16.5 とかですね、シンガポールの17とかよりも低い、ほぼあれですね、タクシーヘイブンと言ってもいいぐらいの下げ方ですね。製造業に関しては30から15です。で、ただちょっとご注意いただきたいのは、2019年10月1日以降設立の会社ですね、設立以降の会社で2023年3月31日までに生産開始した企業が対象
ですからインド政府はもう何が何でも製造権してほしいというメッセージですね、これは。でここまで下げるから来てほしい、ラブコールをですね、全世界にかけて言ってもいいかと思います。それともう一つですね、あんまり日本では聞き耳慣れない最低代替税というのがございまして、これはですね、結構酷な税金でして、企業税務上の所得じゃなくて企業利益の 18.5% は有無を言わさず払わせると、そういう税金です。非常に評判が悪い税金です。でこれを、適用しないということなんですね。製造業に関して適用しないと、他の企業22% のところもですね適用しないということなんで、非常に税負担かなり軽くなっております。このようにしてですね、インド政府も今の現状を満足しているわけではなくて、しっかり手を打っているということが言えるかなと思いますね。それではですね、ちょっと時間もあれなので各セクターについてさらっと見ていきます。申し訳ありません、さらっと見ていきます。まずはですね、インフラ系ですね。大体総額70から80兆円ぐらい投資するということで、インドにも特別経済区というのがあるんですけれども、50% から 100% ぐらいの、法人税、減税、免税等ですねしております。この経済特区は各地かなり数がございます。それからですね、主に今インフラといいますと道路となりますけれども、年内にですね 34,800km の高速道路完成まで持っていきたいという目標があります。34,800km というとちょっとピンとこないと思うんですけれども、日本 のいわゆる高速道路がですね、総延長9,000何百キロだったかと思いますので、4倍あるんですね、が、年内に完成目標ということで非常に急ピッチで進んでおります。ここですね、一つ皆様と共有させていただきたいのは、鉄道ですね。2つの鉄道専門の回廊ですね、 DFC、 先ほど田中も申し上げました DFC ですけれども、これはデリーとムンバイ、デリーとコルカタ、コルカタっていうのはカルカッタですけれども、その2本の線を整備するんですけれども、実はこのデリーとムンバイ、デリーとコルカタでインドの物流の大体 65%カバーすると言われてますけれども、そこにかなり集中的に投資していくということで、日本はですね、日本企業あるいは日本政府はデリーとムンバイの間の整備にかなり力を入れるということになっています。あまりちょっと細かく入りすぎると皆様と関係ない分野が結構出てくるかと思いますので、さらっと見ていきますと、電気自動車系に推進促進していくという、大まかなガイドラインになっています。また電子装置に関してもさまざまな輸入関税免税等をしております。ここでちょっと皆様にご注目いただきたいのは電子装置の関係ですね。デジタルインディアってよく言ってますけれども、今年のですね、2019年2月にインド政府が暫定予算というのを出したんですけれども、その中で10万の村をデジタイゼーション、デジタル化するという計画がございます。今掲げているのはスマートシティですね。10万人以上の都市を500以上スマートシティとして整備しているというような計画がございます。あと不動産ですけれども、全ての人に住宅をという一つの政策がございまして、こちらの方もですね、特にいわゆる貧困中
乾燥あたりの方をターゲットに、まあ、良質の住宅を提供しているんですね。まあ、最近あの皆さんお聞きになったことがあるかと思いますけれども、全ての家庭にトイレをというのがありました。全ての人にトイレをというのが完成したというニュースがございましたけれども、確かにこういう、まあ、いわゆるインフラ系がですね、まだインドはかなり弱いですね。公共部門あるいは民間部門も弱いですので、まあ、ここにかなり集中的に、まあ、投下しているということで、不動産に関しても2030年までにですね、まあ、100兆円超の、まあまあ、予測ということが言われております。それではですね、少し日印関係の観点から説明させていただきます。現在日本企業はですね、2018年昨年時点で1441社出ておりまして、拠点としては5000以上ございます。5100程度ございます。これをご覧になると分かると思いますけど、1社あたりですね3拠点ぐらい出しているということですけれども、これは何でかと言いますと、例えばムンバイに本部、あるいはデリーに本部を置いて、工場はグジャラートとかチェンナイとかに置くとかですね、工場を複数の場所に置くってなってきますと、途端にこう増えていくんですね。ですから、まあ3まあ、平均3カ所程度を出していくかと思います。ここでインド各地における日本企業拠点数ということで、まあ、ジェトロさんなんかもよく発表してますけれども、ここはさらっと見ていただければいいと思いますが、特に集中的にというのはマハラシュトラ州の真ん中あたりと南の方のタミルナード州と、デリーの方面ですね、ハリアナ州というのがありますが、そのあたりに集中的に出ております。これは日本工業団地ということで、日本企業向けに専用に作っている、まあ、かなりインフラ整備がされている工場の場所が、まあ、これだけありますよということで、さまざまな優遇をしておりますし、なんといっても99年間リースで土地を貸しているんですけれども、非常に安いということが言えると。そうですね、包括的経済連携協定ということで、2011年に日印両政府が結んでいるんですけれども、これ10年間かけて 94% の品目に関しては免税していくということで、2011年から10年間ですので、2021年、あともうすぐですね、あと1年ちょっとで、まあ、それだけのものが対象が増えていきますということで、まあ、こういう物流関係がですね、非常にやりやすくなるかなということは言えるかと思います。それから先ほど申し上げましたデリー・ムンバイ産業大ドームという、まあ、計画がございまして、まあ、日本政府系からですね、まあ、大体増援ほどの投資をして、まあ、この物流をより良く、まあ、スムーズにしていくという計画、あとアーメダバードとムンバイを結ぶ新幹線構想ですね、こちらもかなりの投資になります。まあ、大手企業さんはこういう、まあ、政府系のですね、大プロジェクトに向けて、まあ、行っているということが結構多いかなと思いますね。それではですね、ここからはコインメンコンサルタンツの日系企業の事例紹介をですね、少し、させていただきたいと思います。まあ、まずですね、一般的な問題なんですけれども、少数株主としての、まあ、合弁会社はしばしば意思決定に影響力の欠如をもたらすということですね。でこれは日本企業が、まあ、少数株主の場合ですね、まあ、よくあるケースですけれども、なかなか主導権取れないで困ってしまうという場合ですね。で2番目は逆ですね、ビジネス上の損失を見
ごめんなさい、3番目ですね、少数株主のインド人株主、投資家、企業者は事業の運営や管理に強い関心を示さない可能性があるということですね。これも容易に想定できると思いますけれども、インド側がもちろん少ないので、なんかあんまり身が入らないというケース。あと駐在員とインド人との関係がうまくいかないですね、まあ、いわゆる労働モデルとに発展するとか、まあ、こういった課題がございます。でこれに対するまあ解決策としましては、後ほどの 実例でも述べますけれども、やはりですね、責任関係をですね、明確にするというのは非常に重要ですね。日本企業の責任範囲、インド企業の責任範囲を明確にしておくということが非常に大事でございます。でここがですね、明確でないと、例えば株式の問題とかそういったところで問題が発生して収拾がつかなくなってしまう。でインドから撤退するに撤退できないとか、非常に困難をきたすというそのようなことがしばしばございます。あとはですね、監査、必ずですね、インドの会社というのは監査を受けないといけない、会計監査を受けないといけないんですけれども、この監査人を誰にするかというのは非常に重要なんですね。でこの監査人をですね、例えばインド側にの言いなりになって決めてしまったケースがございます。そういうケースもございます。そして後で、痛い目に遭った、どういう痛い目に遭うかと言いますと、全然その日本企業側のことは聞かずに、もうインド企業と監査人で、なんと言いますか、勝手に決めてしまうとかですね、そういう、トラブルもございます。あんまり出会いたくない事例なんですけど、実例としてございます。じゃあですね、もう少し具体的に入ります。まずですね、インド企業が過半数の株式を持っているケースをご紹介いたします。これはある自動車部品メーカーでして、最初はですね、まず少数株主から入って 20% してから入っております。で、この会社の実例の場合はですね、インド企業と日本企業との、関係をですね、まず構築するところにかなり時間をかけたと、信頼醸成をかけていたということは一つあります。で次第にこの信頼関係を築いていく上において、その過程で 50% まで株主の持ち株を高めていく。ですから最終的には半々にしたんですね。でその上で、インド以外の市場に売っていると、具体的にはアフリカなんですけれども、アフリカ方面でその企業とインド企業と、合弁会社をさらに作って、現在非常に成功しておられる日系企業様がございます。でこの実例からですね、学べることとしましては、やはり責任をですね、明確にしたというのが一つございます。日本企業側の責任、これは製品の設計、あと品質の管理、あと顧客との関係構築、このあたりは日本企業だと。でインド側は、そのオペレーション部門の方をインド側が明確に決めたというのが一つ、この要因としてございます。そしてですね、駐在員がですね、3年間という短い期間ではなくて結構長期間にわたっていらっしゃるで、今からインドに出るということをご検討の方もいらっしゃると思うんですけども、インドの場合ですね、駐在期間が3年というのは短いと思います。私もですね、3年ほどいたんですけれども、3年間というのは3年目にしてようやくなんか本腰になれるかなというか、そのインドマーケットを知って、
これから本格的に仕事ができるかな、最初から5年以上決めてた、非常に大きなことだと思います。5年以上発見して、現在7年目に来ているですね。あとマーケティング等はですね、インド人、優秀なインド人を採用しまして、その方は起業しています。あとはですね、財務管理の関係で、優秀なコンサルタントを雇用したというところは一つあるかなと。現在ですね、B 社は非常に着実に利益を上げておりまして、ここから学ぶべき点としましては、やはり小さく始めて大きくするという、一つの事業の王道を言っているのかなという感じがいたします。で市場のですね、性質、誰に対してどのようにいるのかっていうところをかなり時間投資をかけていらっしゃいましたので、市場を理解した上での次の事業のステップかと思います。日本人のですね、駐在期間を長くするということは、非常に重要なことだったかなと思います。以上ですね、成功事例2社ですが、最後は3番目ですね。これちょっと失敗事例、残念ながら失敗事例でございます。ここは意外にですね、日本企業が過半数持っているケースですね。過半数持ってても失敗したというケースですけれども、業種はですね、サービス業です。でインドのですね、代理店の会社を通じて、インドに進出しまして、この辺を見て、出資比率を上げていって過半数の株式を取得したということですね。ただですね、一つ問題がありまして、この株式の買取等の問題、あと役割分担の問題が明確でなかったがために、争いが生じまして、これがずっと引いて解決しないという、残念なケースになっています。致命的だなと私も思うのは、監査人の選定の時にですね、過半数を持っていながら監査人の選定をインド人側に任せてしまった、インド側に任せてしまったということなんですね。ここはちょっとなんでそうなっちゃったのかなという感じがしますけれども、インド側にもその権限を渡してしまった。で監査人はもうそちらの方で、悪く言いますと監査人とインドのパートナーが結託して何か始めたっていうことですね。で、現在も E メール等でですね、争いが来てるし、実際に訴訟にも発展してしまっている、こうなりますとですね、出口がほとんど見えない感じになります。ここの会社の場合ですね、もう最初から3年間って決めてたんですね、駐在員3年間で。3年間って言いますと、私は先ほど申し上げましたように、これからっていう時にもう日本に返しちゃうっていうケースですよね。でなりますと、どうせ3年いるんだから3年経てば帰るんだからっていう、心理が働きまして、情熱がなくなるということと、本当に身が入らなくなって、ある意味責任大きいの状態で日本に帰るという、これの繰り返しなんですね。それはここはやっぱりよく考えておかないといけない点で、学ぶべき点としてはここは非常に大きいのかなと思います。それとやはり監査人ですね、会計監査人あるいは財務の専門家の選定にあたっては非常に慎重にされますことをお勧めいたします。おそらくインドのパートナーさんからも、実は自分の知り合いのいい会計士がいるから使いませんか、多分こういう打診はあると思うんですね。でそういう打診はもちろんありがたいとして受け取るとしても、一歩引いてですね、考える。で仮に御社が
過半数を持っているのであれば、やっぱりその権限のもとですね、日本企業側が、御社側が、まあ、ハンドルしていくというのは非常に重要かと思います。で、インドビジネス一般的に言えることはですね、誰とパートナーを組むかというのは非常に重要です。これはもちろん日本でも、まあ、どこの国でもですね、誰とパートナーを組むかというのは非常に重要というのは、まあ、もちろんで重々ご承知の通りかと思うんですけれども、インドにおいてはですね、大きなボタンの掛け違いがですね、大変なことになりますので、特にパートナー探しは重要ですし、パートナーが紹介するさらに外部のコンサルタント等もですね、慎重に選定されることを強くお勧めしたいと思います。以上ですね、2つの成功事例と1つの失敗事例ということでさせていただきまして、繰り返しになりますけれども、日本人駐在員は、比較的長期に、見ておかれた方がいい、3年では短い、5年ぐらい見た方がいいというのが1つ。インドはですね、非常に多様性に富んでますので、一つの国として見るよりは複数の国があると思った方がいいかなと思います。インドに行かれた方が、ご存知かと思いますけれども、州が変わると看板の文字が変わることがありますね。それだけ言語が違うということですし、私はちょっと分かりませんけれども、200キロ離れると文化が違うとかですね、言葉が違うとか言われております。それとやっぱりインド人に対する投資はですね、やっぱり時間をかけてしっかりとやっておかれた方がいいと思いますね。で、優秀な人材に投資することも非常に重要です。そして日本人とインド人とのその、協力関係を構築していくところに、かなり投資をされた方がいい。から繰り返しになりますけれども、監査機能はしっかりとされた方がいいし、会計監査人の選定はご慎重にということですね。それから2番目の事例にありましたように、やはり最初は小さく始めて大きくされるというステップを踏まえた方がいいと思います。いきなり大規模に始めるのではなく、先のビルの2番目の事例ですと、まずは販売会社からその後組み立て構造とか、そういうステップを見てもらいましたけれども、まずは小さい、そこから大きいということですね。すでに日本企業も1400社以上出ております。大企業ばかりではなく、いわゆる小さめの企業もですね、出ておりますので、そういう成功事例、失敗事例というのも今3つ挙げましたけど、これ以外にもたくさんございます。でそこからですね、事前に学ぶことによってですね、避けるべきやけどを避けることができると思います。インドビジネスというと、よくあまりいい話を聞かないことは結構あるかと思うんですけれども、うまくいっているところは本当にうまくいっています。やっぱりそれはやっぱり手を打っているということは言えると思います。でそれは実際皆様も可能です。失敗しないインド事業展開可能です。で最初に冒頭に戻りますけれども、経済の拡張度合いがかなり違います。現在インドは250兆円規模の経済と言われていますけれども、これが今表題では4年、インド政府は2025年までに500兆円、5年ほどで2倍になると。で2030年に1000兆円、これはだいたい4倍、現在の4倍です。ですからこれだけの伸びしろがある国ってなりますと、もう今のところ地球上にはですね、インドしかないからというところで、日本市場から外に出ていく際に、皆さんもいろんなところをご検討なされていると思うんですけれども、インドマーケットっていうのは、捨てるにはもったいないと思います。インドに点を打ちますと、次のその先ですね、中近東、アフリカ、ヨーロッパというところが見えてきますので、
非常に地政学的にもですね、非常に重要な場所だと思います。それで私は、インド進出というのを非常に進めたいなと思っておりますし、それが私、日銀コンサルティング、またコインメンコンサルタンツの、願いですね。日本企業さんにもっと発展していただきたいというところで事業を展開させていただいております。ちょっと最初はちょっとスライドがもたもたしまして申し訳ございませんでした。大体ですね、以上でお話しさせていただきますけれども、まだ残り時間15分ほどございますので、質問等ございましたらお気軽に質問くださればと思いますし、あと、アンケートにですね、ご記入いただく時間も少しもあります。アンケートはこれから配りますので、ちょっとお待ちくださいませ。じゃあ、その間ですね、何かご質問ございましたら、何でもいいです。私もですね、インドで、痛い目に遭いながらこうやったものですから、ある程度はですね、拙い経験でもですね、お話しできるかなと思います。名刺交換等はですね、私たちのブースが30番にありますので、30番の方でまた別途名刺交換させていただければと思います。あるいはちょっとこの講習の場所ではちょっと質問しにくいというところもあるかと思いますので、平均賃金とですね、そうですね、私が住んだ感じではそれほど悪いと感じたことはございません。はい、でおそらくですね、危険な場所っていうのは大体限られていて、そこに行かなければいいのかなという感じはいたします。でどういうところが危険な場所かっていうのは、大使館情報等ございますので、それをあらかじめ入手しておかれる。あと日本人コミュニティの中で大体ここは危ないよとかですね、そういう情報ありますので、先に住んでる方に聞くというのは一つあるかなと。ただそれほどそんなに身の危険を感じるようなことはないかなと思うんですが、それから平均賃金ですけども、いわゆるそのマネージャークラスとかそういうことになるとちょっとまた別ですけれども、いわゆる一般の従業員になりますと、業種にもよるかと思いますけれども、例えば3万円とかですね、4万円とかぐらいかな。で管理職あたりになってくるとやっぱり10万円超えてくるかなと感じしますね。で特にその超ハイクラスになるとまたちょっと違いますけれども、平均賃金的に言うとそれほどなんていうかな、めちゃくちゃ高くはないかなと思います。かといって1人何千円というわけでもない。そのあたりが答えになります。